どうしたリーシャ、ため息をついている姿など他の団員たちには見せられないぞ。あ、モニカ船長、申し訳ありません。まったく、船長はやめてくれと何度も言っているだろう。このファータグランデ空域を担当する第四機空挺団の船長はもうお前なんだぞ、リーシャ。は、はい。そうかしこまるな。さっきの連中への告知だってちゃんとこなしていたじゃないか。元船長の私から見てもリーシャは立派に船長を務めていると思うぞ。モニカさん、でも私迷ってるんです。ん？それがさっきのため息の理由か。はい。私たちが捕獲した黒騎士、彼女は女の子と一緒にいましたよね。そうだな。あの女の子はエルステ帝国から誘拐されたと聞いていたが、黒騎士を捕まえた時あの子すごく驚いて、それから悲しそうな顔をして、それに国に帰れるっていうのにちっとも嬉しそうじゃなくて、ずっと黒騎士を気にしてて、私たちが黒騎士とあの子を引き離したのは本当に正しいことだったんでしょうか。ダメですよね、こんなことで悩んでちゃ。父の名に恥じないようにもっと頑張らなきゃ。迷っている暇なんてない。そうだな。エルステ帝国からの要請にあったように、黒騎士が行っていた非道は許されざるものだ。しかしな、リーシャ、お前は一片の救いもない純粋な悪がいると思うか。それは、私は純粋な悪などいないと思う。しかし我々ではその悪の中に残る一かけらを救ってやることはできない。いかに気空団というしがらみの少ない形を取ろうとも、行える正義には限界があるんだ。そうですね。しかしまあ、そうしょげた顔をするな。先ほどの連中、あの気空団の団長はいい目をしていた。あれは何かを成し遂げる者の目だ。少しぐらいは期待してやってもいいんじゃないか。あの気空団にですか。そうだ。連中、ちゃんと我々についてきているといいが。一体どういうことだよ。俺にわかるかよ。そもそも黒騎士の野郎はエルステ帝国とグルだったんじゃねえのか。裏切られたのよね、きっと。だけどあの人たちは何者なの。秩序の気空団とかって。秩序の気空団というのは、その名の通り全空の秩序、治安の維持を目的とする気空団だ。七葉の騎士の一人、青の騎士に率いられていて、その影響力は全空域に及ぶ。国や軍統からの依頼を受けて容疑者を捕獲したり、事件を解決したりする組織なんだが。けど、なんでエルステ帝国が黒騎士を捕まえてくれなんて言うんだ。それは…ん？どうしたんだ、オイゲン。ん？なんだ？もうアマルティアに着いたのか。いや、まだだ。それより、さっき明らかに何か悩んでたろう。あ？バカ、おめえ。大したことじゃねえよ。それより、ほれ！この辺りにも魔物は嫌がるんだ。気抜くなよ！
次は姿も。さあ、あら、もう終わり？少し未来間に大きくなったものじゃな。太鼓、どうしてあなたがここに。いや、なに、わしもそこの秩序の気空団に呼び出されてな。ねえラカム、この方は。え、ああ、あの時ロゼッタはまだうちの気空団にいなかったもんな。バルツ公国の太鼓さんで、俺たちがバルツに行った時にちーっとな。師匠、私ね、ずいぶん魔法も上達したの。おお、そうかそうか。太鼓閣下、あまり出歩いたりはなさらぬよう、あれほど。しかしこの島は絶対安全なのじゃろ。島に現れる魔物も警備の気空士が軒並み討伐してると聞いたが。それはその通りですが。いや待て、リーシャ、何か妙な気配が。え、そんなバカな。警備の者たちは一体何を。わからんが、今ここに魔物が現れたのは事実だ。聞こう、島について早々申し訳ないが、少々力を貸してもらうぞ。片付いたか。そんな、どういうことなの。あの、この島ではあまり魔物は現れないんですか。うん、この島にも確かに魔物は出るんだけど、大規模な警備隊を組んで常に巡回してもらってるはずなの。こういう建物の近くは特に厳重に。ともかくこれは私たちの問題です。あなたたちが気にすることではありません。そう言われてもね、魔物に襲われたら戦わないわけにはいかないし。まあ、オイラたちはもうそんなの慣れっこだけどな。まあ、こう言っていることだ。当座は力を借りようじゃないか。ひとまずは警備隊の状態が知りたい。しばし我々についてきてもらうぞ。
練習を思い出す。鍵ね。本気で行こうか。行くよ、みんな。私、止まる気はないから。わかりません。みんな、いきなり後ろから襲われ、抵抗もできず。強力な魔物に襲われたのかもしれねえな。魔物相手に戦ってる以上、仕方ねえことだとは思うが。それは考えにくいな。ああ、私もモニカ殿と同意見だな。魔物の中には群れで行動する者もいるが、組織だって動く者はごく一部だ。これだけの人数が同じように倒されたとなると、明らかに指揮した奴がいるわよね。それじゃ、一体何が？わからん。今はまだ。な。だが今は、キコーラのような来賓もいることだからな。リーシャ、ほうけている場合じゃないぞ。はい。ひとまず、ここには応援を呼んで、事態を調査させましょう。あなたたちは当初の予定通り事情聴取のためこれから黒騎士と面会していただきます。太后閣下、あなたもです。よろしいですね。構わんよ。しかしこの有様では魔物は自力で倒さねばならんようじゃな。それは私たちも尽力いたしますが。ふふん、それならイオちゃんに任せといてよね。私が成長したとこ師匠に見せてあげるんだから。ねえねえ、ところで師匠はどうしてこの島に呼ばれたの？お主らと同じじゃよ。黒騎士が捕まったから、その事情聴取ということでな。太后閣下は一連の出来事の中で黒騎士本人と直接接触している数少ない人物ですから。帝国はバルツでいろいろやらかしてくれたもんね。あれが全部黒騎士の指示だったなら黒騎士もついに年貢の納め時ってわけだな。いや、それがどうもそう簡単に行きそうにはないんじゃ。師匠？貴様ら、秩序の気空団第四気空艇団船長とその補佐官だな。帝国兵、なぜここに？どういうことだ、答えてもらおうか。ふん、問答無用だ。かかれ！くそ、一体何がどうなってやがんだよ。ともかく応戦するしかないわ。来るわよ、構えなさい。
どうして帝国兵が私たちを。たく、この島で一体何が起こってやがんだ。それをあなたたちが知る必要はありませんね。ポンメルン、貴様まで。おやおやおや、もうあなたたちを呼んでいるとはなかなか動きが早いですね。しかし今はあなたたちに構っている暇はないんですよ。なんだと。さあリーシャ船長、黒騎士はどこに捕まっているんですかね。その前に私たちの質問に答えていただきます。私たちに向かって兵を差し向けるなど、エルステ帝国は一体どういうおつもりなのですか。ごちゃごちゃうるさいんですよ。いいからさっさと黒騎士の居場所をおっしゃい。手荒な真似はしたくなかったんですがね。あなたたちが口を割らないのなら、島中を破壊して探し出すしかありませんね。そんなことをすれば我々に刃を向けるということがどういうことか分かっているのか。分かってますよ、そんなこと。生意気な一気空団が大帝国エルステに完膚なきまでに叩き潰されるということですね。貴様どうなってんだかよく分からねえが、ぼーっとしてるわけにはいかねえみてえだな。巻き込まれちゃったって感じね。なんであれ、帝国兵なんて敵じゃないってとこ見せてあげるんだから。やはり兵たちでは相手になりませんね。しかしそれだけのこと、帝国の真の力はこの程度ではありませんからね。来ます、また。え、来るって一体何が。くっくっく、今までと同じと思ってもらっては困りますね。今度こそはこの力であなたたちを葬ってあげますよ。まあ、あれは魔性。資料にはあったが、どうして帝国の軍人が自らそれを。この力があれば黒騎士を抹殺するなどたやすいことだったんですよ。こんな連中の力を借りる必要などなかったと今ここで証明してあげますね。
そこまでだよ。ようですね。まだもっともっと強い力があれば。待て、このまま返すと思ったか。太陽を守りしろ。ここは猫の子一匹通さんぞ。すぐ島に限界態勢を張りましょう。こうなってはアマルティア島も絶対安全とは言えません。太閤閣下と気空団の皆さんにも一度お帰りいただいて、後日改めて黒騎士の事情聴取を。いや、どうやら事態は一刻を争うようだ。モニカさん、エルステ帝国連中の真の目的は黒騎士の暗殺だ。奴らは自分たちの力では捕らえられない黒騎士を我々を使って無力化させ、そして身動きの取れない黒騎士を自分たちの手で抹殺することこそが目的だったのだ。なんだと？それじゃ今あいつは？奴には監視程度の護衛しかついていない。飛行らをこのまま黒騎士のもとへと案内する。今しばらくついてきてもらうぞ。